片町駅は大阪府大阪市宮古島区にあった駅。生添川にかかっていた野田橋を挟んで一家の二つの駅があったが、現在はいずれも廃止されている。また、大阪市電天満橋全現寺町線片町停留場も近くにあった。西日本旅客鉄道片町線の終点だった駅。京阪電気鉄道京阪本線の天満橋駅、京橋駅間に、 かつて存在した駅。国鉄片町駅舎何和鉄道の都心側のターミナルとして、東成郡なま江村大和しぎ田神殿に建設された駅である。当時の大阪市街の北東端であった愛い町にできる限り近接させた駅で、駅名の片町は、愛い町がもともと軽街道の北側にしか家屋がない片側町だったことに由来する。 生ず江川と寝屋川に挟まれた、狭小な土地で、駅前が非常に狭かったため、関西鉄道への合併後、一時は放出駅から路線を分岐させる形で近隣に、設けられた網島駅へ旅客扱いを譲り、貨物駅となったこともあったが、国有化後に上東線の京橋駅に隣接するようにして、設けられた片町駅京橋口を京橋駅として分離し、 それと入れ替わる形で網島駅を廃止したことによって、片町線の起点駅としての地位に落ち着いた。しかし、京橋駅は、上東線や京阪本線との乗り換え駅として栄える、反面、利用者が少なく、接続もない東駅の地位は低下したため、JR 東西線開業に伴い廃止となった。同時に、片町駅と入れ替わるようにして、大阪城、 北詰め駅が近地に開業している。廃止後も路線名にその名を残しているが、JR 西日本では片町線に学研都市線の愛称をつけているため、案内上では片町の名を使用されなくなっている。1997年3月7日の廃止時は、相対式ホーム2面2線を持つ、東端式の地上駅で、どちらのホームからも放出、市場長尾、 松井山手、同志社前、木津行の列車が発車していた。これは1991年3月から JR 東西線工事本格化に際して、旧駅舎が撤去された後に建設された簡易な駅舎、ホームであった。東西線工事が始まるまでは、島式ホーム一面二線に留置線二線を加えた、東端式の地上駅、駅舎は二階建てのコンクリートモルタル作りであった。 南側の2線が島式ホームを挟んでおり、北側2線が留置線であった。片町線電車の一部は京橋駅を発着する運行であり、東駅北側の留置線との間で改装する運用であった。貨物営業を行っていた頃は、側線も付設されていた。1991年までの旧ホームと線路の敷地が現在の JR 東西線の地下線で入り口からの 坂道にあたる。工事の本格化に伴い、旧ホームと線路は撤去され、北側の2線分の留置線に対抗式ホームを設置して、廃止島で使用し、同時に京橋駅の片町よりの部分に新たに引き上げ線を設置した。京阪本線が天満橋駅五条駅間で開業した際に設置された中間駅である。 当初は片町交差点東側で野田橋駅と称し、区間急行と普通が停車していた。線路時期は寝屋川橋梁東側から片町交差点まで道路、平用軌道であったが、これを専用軌道化した1955年に片町交差点西側に移転し、片町駅と改称した。この片町交差点では、 大阪市電が廃止された1968年まで平面交差を行っていた。現在、この地の真下には、西日本旅客鉄道、JR 東西線大阪城、北詰駅がある。その後、天満橋駅休暇も信号所管の効果、複々線化工事のために京都方に移転、国鉄駅とは若干離れるようになった。さらに、新高架線廃線では、 駅の設置が困難で、高架線京橋駅が地上線京橋駅より、片町駅よりに設置されることになったため、廃止された。代替として、高架線京橋駅西側に片町口が設置されている。相対式ホームに面2線の配線となっており、ホームの裏側にメーカーから送られてきた新車受け入れ用の引き込み線が付設されていた。京阪線の車両だけでなく、 大津線の80型や300型もここから搬入され、三条駅構内に存在した連絡線を用いて大津線へと送られた。廃止年度の1日乗車人員は JR 西日本が7565人、京阪電鉄が3384人であった。営業開始、官方1905年1月12日、片町駅102年の歴史に幕。 交通新聞、P3、出展、レール74、京阪ロマンスカーシ、38ページに、片町駅から、琵琶湖号に牽引され改装される80型の写真が、掲載されている。撮影日は、1964年2月28日。出展、車両発達シリーズ1、京阪電気鉄道の156ページに、 片町駅の引き込み線で待機中の300型303プラス304の写真が掲載されている。出展、京阪開業100年記念誌、京阪100年、歩み資料編136ページ。ありがとうございます。